ボサボドゥ東海の寮の個人チャンネルブラウン寮のボサボドゥチャンネルへようこそ。どうもミルクのサナハイトです。サナハイトで遊びに行きましたYouTube 出るんだね。いやもう僕も初めてですよお邪魔させてもらうの。うん、初めてがこんなチャンネルでいいんだ。いやもう一番出たかったですよ。一番出たよ。僕は初めては言い過ぎじゃん一番出たよ、言い過ぎてるけどまあでもね、友達だからね、うん、普通に出てくれるっていうなら、はい、一緒に動画撮りましょうかっていう話で今日は回させてもらいます。ありがとうございます。で、まあ僕家にね、サウナ作ったので今日はね、このサウナに入っていろいろね、おしゃべりしようかなと思います。念願っすよ。いや、本当に早く入ってほしい。本当に念願だった。最高なんだから。そうっすよね、うん、こんな自由にできるサウナ聞いたことないなかなか喋れないからね、サウナは。あ、そうっすよね、うん、確かに、はじめさんとかも言ってましたもんね。そうそうそう、自宅のサウナだから喋れると。最高だな。早速サウナ入っていきますか。はい。ここ暑いな、この熱気で。いやもう来てますね、熱気がねすごい来てるわ、熱気。もうやっぱこれ、これちょっとすごいな。最高です。早く入りたいっすわ。行きましょう。はい、さあ、行きましょうか、はい、どうぞ。お邪魔します、いいですか。はい、すぐですもんね。はい、失礼します。はい。うわ、え、めっちゃいい匂いする。よいしょ。うわ、最高や。なんかめっちゃいい匂いしません？これはもうヒノキの匂いと、あとそれアロマのね、漂流用の水があるんで。ヒノキの匂いはこれですか？そう。めっちゃいい匂いする。めっちゃいいんですよ。やばいなこれ。これ。っていうかさ、ナチュラルに上らないよ。大丈夫なの？大丈夫ですよ。大丈夫。もう問題ないですよ。大丈夫。本当に。多分。怖い。芸能の人だと動画撮るのはなかなかないというかさ、こっちもなんかやりにくいんだよ。そう。まず気遣いますもんね。そう。確かに。この子が事務所に怒られたらどうなるんだろうって思うじゃん。そう、だからさ、あんまり友達にいるにはいるけど、全然動画とかは、岸田達也はね、なんか あの人だけおかしいんだけど、あれ以外だとね、全然動画とか撮らないんだよね。あ、そうなんですね。うん。そう。いや、僕はね、結構何でも OK なんで、うち。いや、でも、売り出し中のさ、若手の大きい事務所の人じゃん。そう、でもないですよ。いや、ってかさ、もう、売れすぎね。売れすぎ。売れてないですよ。やっちゃってるよ。やっちゃってるんだよな、この人。全然売れてないですよ、本当に。やっちゃってるよ。売れてないって、なんか、よくさ、こういうお話とかあるときに、なんか、いや、全然です、全然ですって言う人いるじゃないですか。でも僕らから見ると、いや、売れてるやん、お前、売れてるって言えって思うから、あれですけど、僕自分的には本当まだ全然なんですよ。おかしいんだよな。マジで。なんかもうね、出会った頃はまだ、まだ言ってもだったじゃん。全然でしたね。その世間的な知名度はまあまあまあ、好きな人が知ってるみたいな感じだったけど、今って結構もうみんな知ってるよ、ハヤトのこと。嘘？みんな知ってるだろ。マジですか？いや、街とかで俺全然声かけられないっすよ。いや、嘘。本当に全然。それは出歩いてないだけじゃん。出歩いてますね。やってんだよな。いや、ほんとね。いや、だからちょっとバレたくて髪を染めたりしたんですけど。いや、嘘つけって。それは何？プライベートで染めたんだ。これは、ちょっと、なんか2週間ぐらいその作品がなかったんで、ブリーチしたかったな。へぇー。染めてみよう。あ、そうなんだ。俺も金髪にするんだよね、来週あたりに。ほんとですか？そう、企画でね。え、染めたことあります？りょうくん。まあその、ブリーチはないね。そうっすよね。軽く染めたりとかは高校出てすぐにあるけど。そうなんだ。それやばいっすね。そんな話は全然やばくないんだ。やばいよ。全然やばくないんだ。りょうくんの金髪は湧くでしょ、漫画。全然どうでもいい話なんだよね。さなえたが上裸でいるんだもん。いやもう。でも、ちゃんとこんな、公開するの初めてかもしれない。でしょ？うん。だから間違ってんだ。いや、間違って。間違ってんだって。こんなチャンネルじゃないんだって。いや、決めてたんだから。いや、めちゃくちゃ自分はあるから、絶対。いや、そんなでもなんかね、会うたびに顔もかっこよくなるしね、どういうことって思ってる。いやいや、とんでもないっすよ、ほんとに。めちゃくちゃ垢抜けてくよね。垢抜けてます？うん。ほんとっすか？出会ってこれよりも、会うたびにほんとにかっこよくなるなと思って。最後に会ったのが意外と前じゃん。いつでしたっけ、最後会ったの。最後、岡崎市でなんかの仕事した時じゃない？あー、聖火リレーとか。あ、その辺かな？正解授業やったっけ？やったか。やりました。あ、じゃあその辺だね。一緒ラーメン行ってね、年明け。あ、そう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 。あ、そうだ、その日だ。その日か。あれ？もう1年ぐらい前じゃんか。え、そんなってないですか？そう。嘘？連絡は結構取ってるじゃん、ずっと。そうっすね。うん。え、会ってないっけ、そんな。会ってはないんだよ。会おうみたいなこと言うけど、忙しすぎるんだよ、この人が。いや、そうなんだ。いや、マジで。あの、去年ちょっと忙しくさせてもらいました、ちょっと。いや、ずっとじゃん。今年に入っても忙しいじゃん。あ、今年、ま、でも、ちょっと今は少しだけ余裕があるんですよ。岡崎帰ってくる余裕とか。めちゃくちゃ、なんだっけ、あなたの番じゃなくて、真犯人フラグ。全然違った。
チームも同じなんで。あ、チーム同じなんで。チーム同じ。あ、じゃあ、じゃあ、もし。すごいことになってたよね。あれね、すごい話題にさせてもらって。あれで知名度、あれと、サノメシだよね。そうです。あと、まあ、バラエティ番組とか、他の映画の PR とかで、バラエティ出てっていうのもあるんですけど、サノメシは、そうですね、結構、ファンの方が宣伝してくれて、めちゃくちゃ。だって、インスタのフォロワーの伸びすごくない？すごい。すごいよ、ね。いや、もう自分のびっくりします。それは認めるよ、ね。それはすごいです、ね。もうびっくりしちゃった。100万人行った？行ってないです。あ、もうあとちょっとでしょ。フォローお願いします。あとちょっと。してあげてください。もう、俺なんかね、インスタ1年に1回ぐらいしか更新しないから。あ、で、1個やってください。マジ、1年に1回の更新で、なんで50万近くいるんですか？いや、おかしいから。あ、で、去年1回も投稿してないですよね。去年は飛びれた。いや、そうね。失敗、失敗。いや、でもそれはね、俺らはまだネットが主戦場というか、ネットで生きる人たちだから、自然とフォロワーの人たちもついてきていただけるんだけど、テレビが主戦場で、フォロワーが多い人って意外ともう、まあ、多い人はもうめちゃくちゃ多いで、それ以外はなんかそんなにだなっていう人が多いじゃん。まあそうっすね、頑張ってない人とかは。だからその、多い側に行こうとしちゃってんだよ。そのスター側の方に行こうとしちゃってんだよ。君は。いやー、行きたいっすよね。でもやっぱ、先輩とかすごい人が多いんで、やっぱり。まあまあ、すごいよね。うん、すごい人ばっかりね。スーパースターだらけだからな。確かにないっすよ、周りが。だから全然すごくないと思うんですよ。ああ、それはあるね。それは。実際研究でいないといけないしね、絶対に。そうっすね。本当に。間違いない。暑いね。いや、結構っすね。え、で、これ、10分でしたっけ？これは、いや、この砂時計は15分だけど、暑いと思ったら出る感じ。ロウリュしようぜ。これ、ついにこのロウリュを、俺、ロウリュね、やったことないんすよ。まあ、そうだね。普段やらないもんね。お店じゃなかなか自分でやれるところないしね。え？ちょっとマジ怖えんだけど。あっち。これ、バーディーいけんすか？うん、バーディーよ。バーディー。バーディー。あっせー、あっち、やばいこれ、これやばいよ、やばい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 、ロックやばい、ロックやばい、これね、ロック、これやばい、これマジなんだよ、これマジのやつだ、そうなんだよ、これマジやばいわ。やっべ、あっつ、気持ちいい、気持ちいいんですよね。あ、そうそうそう、ハヤトもね、ちゃんとサウナが好きなんですよね。サウナ好きです。りょうくんとサウナも何回か行ってますもんね。そうだね。これ、やべえわ。よし、このレベルなんだ。そうなんだよ。あっちへ。これ女の子耐えれない。耐えですかこれ。これ女の子耐えれないだと。女の子これ耐えれます？いや、女の子意外と我慢強いから。そうか、男が弱いって言いますもんね、うん、そうだね、意外と、え、耐えれるんだってなることの方が多い。マジか、うん、めっちゃ俺が女の子と入ってるみたいだけどね。確かに。いや、まあでもぼちぼちは入りますよ。ぼちぼちはあるけど、友達とね、でも意外と耐えれるんですよね、うん、そうなんだ。そういった話もできないわけじゃないですか、やはり。まあ女性関係の話とかもね、まあ、実際ないないだろうなって思うけどね。本当にでもあのね、いや、なんかこういうこと言ってなんかいつか取られた時に叩かれるの嫌なんですけど、マジで遊ぶ時間ない。ああ、そっちね。でもそれはやっぱりなんか目標があるから自分の、うん、なんかそこに対して自分の時間を添いでる方が楽しいと思っちゃうって。素晴らしい。いや、若い時がそれが一番だよ。ハヤト個人の目標は何なの？個人でも、個人とグループの目標同じになってるんですけど、やっぱドームツアーですね。あ、ドームツアーなんだ。ドームツアーは本当にやっぱり夢っすね。いいね、いい夢だな。あとアカデミー賞とかもありますけど。はいはい。やっぱ一番なんかドーム、ミルクでドームツアーがしたいっていうのが一番ですね、ずっと。聞きましたか？かっこよすぎるんだよな。なんかね、そのね、かっこいいんだよな、ハヤトってやっぱり。いや、かっこよくないっすよ、ほんと。その、もう俳優でこれだけ売れてて、でもやっぱり自分はミルクが一番だっていう、そのスタンス。その、ね、自分のインスタでもさ、その自分のメンバー、やっぱりハヤトがどうしても一番売れてるじゃん。まあ、フォロワーで言ったらそうですね。そうそうそう。で、それをちゃんとね、自分だけじゃなくて、周りにも還元できるように、めちゃくちゃさ、仲間のインスタとか載せて、見てよ、みたいな感じにしてるじゃん。誘導してるじゃん。まあまあ、そうですね。あれはね、なかなかできないんですよ。結構やっぱ、恩もあってさ、メンバーに。はいはいはい。なんかその、それこそ俺すごい芸能界入るの遅くて、高2とか高1とかで入ってて。それ遅いんだ。遅いですね。で、グループはもう組まれてて、そこに後から入れてもらったんですよ。あ、そうなんだ。そう。そこでなんか入れてもらって、僕はやっぱ一緒になんか、受け入れてくれて活動もしてるんで、やっぱそういう、そこで拾ってもらえなかったらっていう恩もあるから、
まあでもメンバー仲が良くて本当にそれはなんか。まあ確かに仲良さそうだね。うん、俺も、その、ハヤトが私紹介してくれて何人かメンバーってことあるけど。そうかそうっすよね。うん。仲良さそうだもんね。仲良いんすよね。本当にみんないい子だし。いや、売れてほしいなぁ。だからアイドルなんですよ。俳優でもありながら、アイドルでもあるんですよね。アイドルっすね。佐野ハヤトイコール俳優みたいなイメージが多いんで。いや、多いと思うよ。うん、やっぱ、ミルクの佐野ハヤトだなって言われてきたらやっぱちょっと来てるなと思います。あ、それはすごい。そうだね。それも夢ではある。そうだね、うん。難しいもんね、男性アイドルで有名になっていくのって。難しいっすよ。ね。YouTube も頑張ってるもんね。YouTube 頑張ってますね。よく YouTube 相談してどこが問題だと思いますかとか言って。まあ、いろいろね、アドバイスしてますけど。すごい長文でアドバイスしてくれる。まあ、でも難しいよね、やっぱ。難しいっすね、うん、YouTube やっぱり。なんだろう、俺らは俺ら主体で、俺らが自由にやってるからいいけど、うん、そうもいかないじゃんか。一人一人のさ、その事務所の意向とかさ、うん、ブランディング的なのがあるから。そうっすね。うん、俺らは何がどう転んでもいいから、どうでもいいっちゃどうでもいいっていうか、うん、もうその素のままを出していくことが、俺らのやり方だからさ。そっか。だから直接のアドバイスってまたなかなか難しいんだけど。そうっすよね。確かにちょっとフィールドが違うって違いますもんね、うん、気持ちね。まあでもその中でも、いかに素を出せるかだよね。そう。素で仲いい。だって本当に仲いいじゃんか。本当に仲いいっすよ。そういうのが本当に伝わるような動画をね、多く撮れれば、グループごとみんな好きになってくれて、で、その中で推しが生まれたりとかして。そうっすね。数字が増えていくんじゃないのって。やっぱ素って大事なんですかね。素は大事でしょ。素大事っすよね。素が見れるからこそ YouTube みたいなとこあるしね。確かに。うん。テレビだとね、やっぱわかんないじゃん。で、僕も撮ってるの。そうっすね。これはコメントむずいわ。むずいわ。むずいわな。うん。まあでも、とにかく、ミルクの子たちとかね、佐野隼人はね、いい子だっていうのは、僕が自信を持っている。ので、視聴者の人、ミルクのね、YouTube。見に行ってみてください。ありがとう。いやでもこのチャンネルじゃ大したことないから。大したことなくないって。東海オンエアのこの残った狭い、さらに狭い層だから。違う。俺の周りめっちゃいますよ、ボンサボで見てる人。マジで。本当に。なんで見るの？あのヘアメイクさんとかもすごい見てるし。ヘアメイクさん見てんの？結構みんな見てますよ。へぇー。今日もすごい、もしかしたらりょうくんち行けるかもって言ったら、すごいもう、マジで行ってこいって送り出したもん。恥ずかしいな、それ。岡崎市民ですからね。岡崎市民です。高校3年生までずっといました。だから今岡崎出身で一番のスターはハヤト。違う、それはよくない、うん、絶対東海オンエアそこは抜けないから。いや俺はちょっともうまだまだ全然本当まだまだです。そこは認めてください。もいや、まあベクトルは違うね。ベクトル確かにベクトルは違うけど、うん、まあまあスターなんだよね。いやいや全然ですよ本当に。めっちゃ熱いですね。ちょっと、あとどのぐらい耐えます？ 15 分いこっか、じゃあ。いきます、あと3分ぐらいですか？あ、3分。やば！ここでロウリュをもう一回。マジで？死んじゃうよ、俺。いやいや、追い込もう。追い込ます？追い込もう。あ、こんな追い込むんだ、サウナって。俺こんなやったことねえわ。あっち、これ。いきます。あっち！熱いね。これ、実はそれ、反対側に穴が開いててね、反対側からちょろちょろ入れることもできるっていうのを、前のサウナ動画で知った。こっち側でね、試してみようか。ダメダメ、りょうくん！りょうくんダメ！試してみよう。これを、もうこうやって一気にかけれるんですけど、まあこれでもね、石が熱いから大丈夫なんですけど、こっち側にすると、ちょろ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 って、ちょろちょろちょろっていい感じに出るんですよ。これでね、調整はしやすい。ドバーっとかけると、死んじゃいそうだもんね。いいですか？熱い、ダメダメ！耐えよう。熱い、熱い。ちょっと一個ごめんなさい。待って。そば、そば、水風呂入りなー。あっち、水風呂行きまーす。りょうくんやばい。異常、異常。マジで熱いよな。これみんな耐えたんすか？これみんな耐えながら入ってますよ。俺まだまだだわ。俺死ぬかと思ったよ、今。水風呂は今日は15度ぐらいですね。ちょうどいい。まあ十分な。これ頭でいきますか？頭割りましょう。それ取って、よし、うわ、やべえ、はい、いやいやいや、じゃあ外出て、サウナポンチョがあるから、それ着といて、あっ、あっち、やっば、これ、気持ちいい。
これマジでやばいわ。これシャレになるわ。これ、最高すぎる。これやばい。そうなんですよね。ちょっとこれやばいよね。マジでやばいわ。気持ちよすぎる。うわー、そうか。やべえ。すごいんだよ。すごいっすね。これすごくない？なんかね、ほんと大げさじゃないの。俺マジですげえ。俺びっくりするよね。気持ちいい。すげえ。最強なんですよ。あー、これ結構今まで一番っすよ俺。よく言われる。ほんとね、しばゆくんでしたっけ、ゴッドサウナ。あー、ゴッドサウナ言ってる理由わかるわ。ゴッドとなったでしょ。ゴッドとなってる。マジで神なんだよ。気持ちよすぎる。みんな味わってほしいな、これ。本当にごく少数しか味わえないから。いや、そうっすよね。知り合い限定っすもんね。知り合い限定、友達限定。よかった、友達でりょうくんと。これえぐっ。マジで、岡崎帰ってきた時は絶対寄りな。いいっすか、マジで。俺絶対行きますよ。絶対寄った方がいいよ。で、なんで岡崎に今日っすか。今あ、今日は、あれっすよ、任命式ないっすか。ああ、そう、あれ出てるの。出ます出ます。あ、そうなの。あ、そう、それで。あ、それでなんだ。そうそう、それ俺も今年も出るよ。あ、マジですか。あれ一緒かな。じゃん、一緒だ。じゃあ、え、あれ、金曜日3、4、5、あさって。あさってか。うん。あ、じゃあ違うわ。え、嘘、違うんだ。そう、我々ね、岡崎の観光伝道師なんですよね。そうです、やらせてもらってます。なんかやってんの今すか。いや、観光伝道師呼んでください、岡崎さん、マジで。俺、ちょ、忙しすぎるんだって。絶対事務所がこだわってる。分からんけど。え、どうなんだろう。去年とかでもあんまり話聞かなかったんすけどね、俺。言われたら俺らは別に大して何もやってねえわ。あ、勝手に言ってるだけで岡崎のなんか宣伝になってるじゃないですか。まあそうそうそう、住んでることによって俺らはね、結構貢献できるから。うん、まあそうか、確かに伝統とかなかったもんね。そうだ、コロナで。そうっすね、コロナでね、夏祭り的なのもなかったし。じゃあまたなんか岡崎で大きい仕事があったら一緒にできるかもね。そうっすね、やりたいっすね、一緒にね。岡崎の街見ながらっていうのがやばいんだよな。ちょっと俺泣きそうになっちゃったもん。岡崎の街ってここで育ったんだなとか思ったら。そうだよ、なんかちゃんと岡崎好きなのアピールしてるの珍しいというか偉いというか、なんだろうね。あ、なんですかね。俺が隼人のことをよく注目してるからか分かんないけど、やたら岡崎ってワード出してるもんね。結構言ってます、いろんなところで。僕メンバーからピーチープピンク岡崎って言うんですよ。何それ。アイドルっぽ。アイドルっぽい。アイドルっぽいじゃん、そのよく分かんないやつ。え、他のメンバーはきらめきイエローとか、アイドルだな、そういう感じなんですけど、俺はなんかまあピンクだけど、まあ、岡崎入れてきてえな、うん、ピーチープピンク岡崎って。わけ分かんないね。わけ分かんないですけど。こっからもまたなんかドラマが始まるの。4月は落ち着いてるって言ってたじゃん。4月落ち着いてて、まあ5月からってドラマが。へー、なんでドラマなの。テッパチっていう自衛隊の役で。へー、とにかく角刈りになるんですよ。いいじゃん、おもろ。角刈りになっちゃう。多分角刈り、まあどこのラインかは相談するけど、ポーズってことだよね。ポーズまでいかないけど、まあその野球部っぽい感じ。へー、どうせ顔かっこいいから関係ねえんだよな。そうじゃない、言われる人ってありがたいことに言ってもらうんですけど、うん、俺髪でめっちゃごまかしてるんですよ、顔。いや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 、本当にやめてくれ。いや、マジなんだ。恥ずかしいな、顔出せない、こっちが。やめて。違うよ、俺髪の毛でなんかたまたまちょっとバランスよく見えるんですけど、髪ないと俺やばいんですよ。やばいことないだろ。いや、マジでやばいな、本当にやばい。絶対大丈夫。シャレになるな。それはいい役。そうですね、一応2番手おー全部でやらせてもらうんですけど。すごっ、普通に地上波のドラマ。そうですね、普通に地上波のドラマに出てんだ、すごいな。まあ、確かに言われてみれば3年前とかは考えれなかったですね。それはそう、出会った頃はどんどん成長していく。嬉しいよ。本当ですか。うん、事務所のおかげですけどね、本当に。事務所のおかげっすよ、マジで。偉いな。いやいや、本当にありがたいっすよ。これからもどんどん売れていくわけですね。そしていずれ東京ドームに立つと。そうですね、ドームツアーか。ドームツアーすると。名古屋ドーム立ちますよ。うわ、絶対見に行く。いや、絶対見ますよ、ビッグ席に。東海さんの奥に。楽しみにしてるわ。ぜひ。ちょっと冷えてきたね、気持ちね。そしたら2周目行けばいい。2周目行こう、はい、こんな感じでサウナで喋る動画をね、いろんな人とちょくちょく撮っていけたら面白いかなと思います。多分ちょうどいい尺なんだよね、20分ぐらいに。それがまたね、めっちゃいいやと思って始めてみました。久しぶりの休息だろうから、岡崎を堪能して帰ってください。ありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。あ、ハヤトの方に俺が出てる動画がもしかしたら上がってるかもしれないから、はい、ミルクの方の動画も見てあげてください。お願いします。